こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワー始めていきましょう。今回は7位サセボドッグスですね。どんなチームなのか、そんなに強い印象はないですよね。まあこれは絶対勝って当然と言えます。ちょっと差がつけられてるんで、まあ負けられないとこです。あと一周休みましたからね。これで かなり疲れがみんな取れたのではないかなと思います。 A か S はないけど油断は禁物ですね。3トップっていうのもすごいな。さあ相手の本拠地ですね、佐世保マリンスタジアム。でも勝率はこちらが上回っているので、これは勝たねばなりません。前回格下に、順位が下のチームにやられましたからね。安心はできないぞ。いけ、いいか。雑。さあどうなる、美穂。チャンス、美穂何やってと思ったらオサイドか。ちょっとこの辺の雑なチャンスを逃すのは良くないですね。この先のことも考えると絶対良くない。ボールをしっかり確保してほしい。ファールです。こちらはボール。お、カナン、チェンジオブペース。これは、功を奏しません。え？何それ？先取点を捉えた。そんなバカな。さあこれ負けたら4勝4敗でタイに5割になってしまいます。さあナーコ、もうこのまま突っ込め。1対1、はい、同点。お見事です。個人プレーがやっぱり強いですよね。うまいです。ここのブロックもうまかった。これで7個がフリーになりました。お手本のようなプレーです。日本柳が結構強いような気がするんですよね。日本柳と名前つけてるだけにあって。競馬関係の名前は強い。これですよ。あおっと、新妻。おお、危ない危ない。左に添えて助かりました。おっと、また。まただ。これを気をつけないといけないですよね。さあ、逆に、逆襲だ。くるみ。お、うまく出したが、さよ。ちょっと厳しかったか。だから厳しい中でボールを確保したのは評価できます。お、ノーホイッスルですね。ラストチャンスでしょう多分。おー、ただ
くるみ結構これは厳しい。さあ前半終了です。お、エリカがちょっと疲れてますね。クラリスです。さまだ1対1ですからね。そろそろ勝たねばなりません。くるみ、新妻、危ない。おっと、まどか。カナがセンタリング。さあどうだ？クルミは確保。あーっと、流れてしまった。こちらボールをスローイン。あーっと、なんでこう、細かいシーンで流れてしまって、相手にボールを渡してしまいます。危ない、危ない。いや、順位が上のチームとは思えないですね。ちょっとこれは、どうしたんだこのチーム。不調が抜けられてしまいます。さあクラリス、クラリス長く持ちましたね。さあサチコ、決定打を出せません。外に出ました。相手ボールをスローインですね。おっと、ゴール前、彩香がうまくカット、優奈がそこを取りましたね。見事、おお、うまく越えました。幸子、来い、ユーナ。1対1のまま。決めきれない。さあ、ユーナ。ユーナ、1対1になった。これは決めてほしかった。すべてうまくかみ合いません。こちらボールをスローイン。もうほとんど時間がありません。ラストチャンスもないかな。試合終了、1対1。勝てません。とにかくシュート外したりするんですよね。そしてビートリフ、何するのかなと思ったら、これが一気に伊藤先のところにボールが行って先制を許してしまいます。すぐ同点追いつきます。ナーコがもう前行って同点だ。うまく、ブロックし道を開けたのが功を奏しました。これで1対1。危なかった。勝ってるよチームじゃないですよね。完全にやられてます。ここも危なかった。うまく出したんですが、これはちょっと守備が厳しかったか。大内山が結構不気味です。これは本当にピンチだった。ユーナ1対1、これはね、うまく合わせてほしかったが、ここですね。ユーナ残念です。すごくもうちょっと落ち着いていければ勝ち越しあったと思うんですよね。というわけで1対1です。
課題も結構いただきましたね。はい、これが順位です。5位ですね。5位タイ、タイというか5位です。4勝3敗、ついにリマッセ大阪首位との差10点に広がってしまいました。また2位のエルドラド欧州とも4点ですね。歯がゆい流れが続きます。行ってみてみましょう。アジアチャレンジトロフィーバクラワ戦ですね。次は、予選最終試合となります。ちなみにアジアチャレンジトロフィーの星取り表ってどっかにあるんだろうか。これですね、星取り表は。今勝ち点が6なので、直接対決で勝利することが絶対条件となります。引き分けだと、もうそこでおしまい。引き分け負けだと、ただ勝てば絶対ですね、1位で進出できますからね。ちなみにですね、我々はグループ A なんですが、グループ B はリバス大阪ですね。2連勝。おそらくですね、バラマ戦2連敗し、まあ、勝ち点0なので、素直に勝ってストレートの3連勝で勝ち点9、決勝に乗ってくるでしょうね、リバス大阪は。となると決勝戦リバス大阪との勝負になる可能性は高いです。まずはこのバクラ、こちらを打ち破りたいなと。バクラはですね、打ち破りたいとはと思います。次回、アジアチャレンジトロフィー予選最後の一戦です。絶対勝って帰りたいと思います。ご期待ください。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。